Street Fighter Cross Tekken. うちのど根性見せたるで。華麗な勝利を。いつものように強引な喧嘩仲裁をしていたアスカのもとにリリが現れた。リリは共に南極に行くことをアスカに依頼してくれ、彼女は父のために箱を手に入れようとしていたのだ。あの箱は一人では開けられないそうなのです。となれば私と組める者はあなたしかいませんわ。風間アスカ、どんな男もかなわぬ世紀の乱暴者ですもの。ちょ全然褒めてないやん。それ喧嘩売ってんの。アスカはリリの誘い自体には気が進まなかったものの、ニュースなどで話題になっている箱を見ることには興味を持ち、南極行きを承諾する。まあいいか。でもただの道連れやからな。うちは箱が見たいだけやから。あんたの仲間とちゃうから、そこはよろしく。さあこれで私たち最強タッグの優勝は間違いなしですわ。せやから優勝ってなんやねん。人の話を聞け。Thank you.
共に戦えるのは久しぶりだな、ケン。そうだな。悪いな。俺たちが勝つぜ。It's all or nothing!
間があまりないよ。じゃあよろしくね、ボブ。任せておきな。Let the madness begin! What will happen next? Fight!
ましょう。パン！無駄な手からおるかも。腹！膝まぐつとおるか。まずい。まん。どう？この瞬間が私は一番好き。You win！
しがいのありそうな奴らじゃねえか。この力を試すのに持ってくって感じ。貴様らの役目はここで終わりだ。Are you ready? Yeah!
もしれない。Time over。やるよ。しっかりせんかい。What will happen next? Fight! どない。ありがとう。それくらいやろ。やあ。ご体操な箱には見えへんけどな。はっ！さあ、あとは私たちでこの箱の主を決めるだけですわよ。風間明日香。あのな、なんか言うたらわかんねん。うちはこの箱を見てみたかっただけや。負けられませんわ。お父様のためにも。人の話聞けっちゃねん。アスカは並み居る強豪を倒して箱を開いたが、その消滅に伴う騒ぎに巻き込まれてしまう。やっとのことで南極を脱出したアスカだったが、父親のために箱を狙っていたリリが箱がなくなってしまった責任を取ってもらうと言い張り、同じ高校に転校してきてしまった。断るごとにリリに襲撃され、うんざりするアスカ。リリを故郷に帰らせるには箱を渡すしかない。そう考えた彼女は箱のかけらだけでも手に入れるため、再び南極に行く計画を立て始めるのだった。 Thank you for playing! Presented by Capcom!